相馬、どうだった？え、幻覚を見た？またそんなこと言って。しっかりしてくれないと困るわ。一応頼りにしてるのよ。海音寺の隠し財宝はきっとこの屋敷にあるのよ。また幻聴か？もう聞こえなくなった。俺は疲れているのか？Thank you.
苦しいな、あの男の声。一体どこからだ？ソーマ！リョーコ、今の聞いたか？今のって、さっきの変な音？じゃなくて、苦しげな男の声。もういい。それよりも、どこへ行っていた？探していたのよ。変な屋敷だわ、ここ。よくわかるぜ。さっきの大きな音は一体何？鉄格子で閉じ込められたらしい。え？どうやら俺たちは招かれざる客らしいんだよ。でも埃がほとんどなかったりして人為的なものを感じるわ。ほう、さすがにいい観察力だ。ジャーナリストってのも伊達じゃないらしいな。茶化さないで。どうするのこれから。
シナリオを書いてる奴はどこかで俺たちを見ている。今この時点でもそうかもしれない。そいつを仮に脚本家とでも命名しておこう。脚本家はシナリオを書くのが仕事だ。俳優はそのシナリオ通りに動く。つまり私たちはその俳優というわけね。そうだ。しばらく脚本家のシナリオに付き合ってやろうかと思う。なあに、都会のど真ん中だ。疲労や餓死なんかで倒れるはずもない。そうよね、きっと出られるわよね。ああ、多分な。ねえ、何か変わった感じがしない？異常な感じ。庶民には異常な作りだよ、この屋敷は。そうじゃないわ。例えば肖像画とか。それもある。他にも？もちろんさ。注意深く各部屋を見て回ればその妙な感覚はより一層増していく。でもそれって。何？何なの？そこの電話だ。電話？誰が？さてね、神様が出前でも頼むつもりかな。そうま、そんな笑ってる場合？不安がる必要もないだろう。たかが電話だ。だってこちら焼肉屋だ。下を見よ。下？下には地面があるぜ。下を見よ。何だったの？出前にしちゃ不愛想だったな。そうま、何だったのよ。下を見ろって言ってたぜ。下？この辺かな。バカ、そこは違う下だわ。じゃあ下ってどこのことだよ。それはわからないけど。これで誰かがこの屋敷にいるのは決定的だな。私たち以外に。ああ、だって電話は外からかかってきたかもしれなくてよ。いや、電話線は通っていない。こちらからかけることはできない。だって今有線だよ。この屋敷のどこかでこのホールの電話機を鳴らした奴がいるってことだ。一度出直す？もう無理だ、引き返せ。私探してみるわ。財宝かい？それとも脚本家を？逃げ道よ。こいつが仕組まれたことだとしたら望みは薄いな。
釣りだと。バカな、さっきまであんなのはなかったはず。一体あれは。ソーマ、どうしたの。リョーコ、とんでもないことになったぜ。とんでもないこと、どうしたのよ。深呼吸をしてから天井を見上げてみてくれ。ややショッキングだぜ。天井？天井がどうかしたの？バカな、さっき確かに目の錯覚とでも言うのか。いや、きしむ音が確かに聞こえた。幻覚と幻聴が重なったとでも言うのか。バカな。何もないな。何もないぜ。ソーマ、大丈夫？まさか極度の緊張と恐怖で。大丈夫だ、すまなかったな、驚かせて。うん、でも確かにこの屋敷はおかしなことが多すぎるもの。ああ、人為的なものか、それとも。私もう一度脱出口を探してみるわ。俺もそうしよう。俺の幻覚、俺の幻影、何かが変だ。一体この屋敷に何が隠されている。